毎年恒例の座禅会です三重県気泡町の東照寺では春休み中に生活のリズムを整えてもらおうと子ども座禅会が開かれています今朝は地元の小学生3人が参加し慣れない座禅に挑戦しましたこの座禅会は来月7日まで続き子どもなら誰でも参加できるということです